ワンピー側チャンピオンファイ、行くわよ。ツーピー側チャレンジャーデビ、この試合どう見ますか。そうですね、ワンピー側のプレイヤーですが高段位のプレイヤーですから期待が高まりますね。なるほど、よろけた、決まった。うわ、はい、体力が全く減っていないが、かなりミドルキック、投げ逃げ、うまい、距離を置いてこれを抜けた、ミドルキック抜けられない、決まった。まずは一本終わりましたが、ワンピー側のプレイヤーですがとにかく距離を取って安全策を取ったんでしょうね。そうですか、これで安心しないでリスクを承知で大きく攻めたいですね。なるほど、クリセホミドルキック、ダメだ、ここで KO。 セットカウントは1対1、ジェフリー1本取って追いついた、この調子のままでもう1本取りたい。第3ラウンドスタート、クロヘルスラップ、ライジングハンマー、ここからどうする、手がかいな、手で攻める、ジェフリー体力が減っていない、投げ打ち、圧倒的に攻め続ける、ミドルキック、ウィングアウト、嫌な予感はしてましたが、セットカウントは2対1、はい、一気に余裕ができたが、いや一気に畳みかけたいところですね。第4ラウンドスタート、いざ、ナイス、よろけた、変換タイミング、冷却、きっちりまとめた、コソハ、受けられない、スクープキック、畳みかける、ナイス、残り体力が少ない、KO。 セットカウントは2対2、ジェフリー安心しているんじゃないでしょうか。このまま終わってしまうのか。第5ラウンドスタート、投げていく、小僧は首を挟んで畳みかける、すげえ、ヒロヘルスタッフ、これは空振りか、よろけた、変換体壁、この試合どうでしたか。気持ちが伝わってくる試合でした。はい、勝利しました。勝てるとでも思ったの。